板倉重則は、江戸時代前期の大名。老中、京都正史代。三河不幸図藩主、中島藩主、下野家山藩主。重正流板倉家、第二代。板倉重正の長男。島原の乱に際しては、上司となった父について、島原に出陣した。歓迎十五年一月一日に、父が戦死し、その際の不手際を問われて、 同年十二月まで、禁止処分に処される。その後、官営十六年六月に家督を継承し、不幸図藩主となる。その際、弟の茂直に五千国を分与している。間もなくして、藩長を不幸図から中島へ移転した。漢文五年に老中となり、堺忠清などと共に病弱だった四代将軍、徳川家越那を補佐した。漢文八年、 牧の地下主の退任を受けて、公認の京都書次第に転じるが、漢文十年、再び老住職に就く。漢文十一年幕府より、上ズ山部軍の上宿、谷、岩崎、新宿、高ん、豊成の二股地区を配慮漢文十二年うるう六月三日に、下津家から須山へ移放された。漢文十三年五月二十九日、五十七歳で死去。長男の重吉は、 拝着、次男の獣清は創生していたため、三男の重主が後を継いだ。ありがとうございます。